はい、今ですねベトナムのホーチミンにいます。でホーチミンのねハイバールン通り、ハイバールン通りになります。で本日2013年の、ね、6月19日、今ハイバールン通りを、ね、歩いているところです。おととい、あ、昨日来たんですけどね、2年ぶりのベトナムです。で2009年から2010年までね、ベトナムに仕事で住んでたんでね、懐かしくてこの辺り歩いてるんですけど、ハイバールン通り、あそこにサークル系があります。あとは日本食屋さんの花っていうのがそこになりますね。あとホテルとかあるんですけど、ハイバールン、ドンコイドの隣です。で見るとベジタリアンビュッフェ、これどこだろう、あ、これホテルか、ああ、これね温泉ホテルで、懐かしい、日本人が結構利用するんでね、まあこんな感じで、ベジタリアンビュッフェってことで食べることができます。これいくらで食べれるかな、値段が書いてないけど、あ、なんでハイバルン通りに歩きます。こういう感じでバイクタクシーに話しかけられます。すごいですね。やたらこの動画で撮りたがります。写真だと思ってるのかな、これ行けるな。ハイバルン通り、ボンドゥアマリンコートマーケット、アナムコートマーケット。でこっちがね川の方です。でドンコイ通りちょっと今から行こうと思ってるんで、ここを右に曲がります。これはドンユー通りね、ドンユー。